それは誰も知らないある施設の話。白い廊下の先。そこでは身寄りのない少年少女を使い、様々な実験が繰り返されていた。少年少女は永遠と様々なタスクを強いられていた。彼らはなぜこれらのことをやらされているのかがわからなかった。そしてその最も奥の部屋には天才と呼ばれる少女がいた。大人たちの常識では彼女を測ることができなかった。テスターの結果とは裏腹に、彼女はどのテストでも結果はいまいちだった。だからこそ研究者たちは気づかなかった。彼女がこの退屈な世界から抜け出そうとしていることに。彼女の計画は驚くほどうまくいった。恐怖に襲われながらも不思議と体は動いた。彼女は生まれて初めて胸が苦しくなるまで走り続けた。走り続けてどれくらい経っただろう。いつの間にかサイレンの音は聞こえなくなっていた。気がつけば彼女の目の前には巨大な扉がそびえていた。突如現れた古ぼけた建物の前で佇みながら、彼女は自分の幸運に心の中でガッツポーズをした。彼女は思った。ここでなら追っ手をやり過ごせるかもしれない。走り疲れた彼女は建物の中へと足を踏み入れた。おそらくここは捨てられた施設。あたりには古い機械や壊れたロボットが広がっている。探しても探しても誰一人見当たらない。寂れた光景に彼女は自分が一人ぼっちだと気づいた。彼女は気がつけば歩みを止めていた。いてつく空気が傷だらけの体を冷やす。思い出したようにお腹の虫が泣き出した。ただただ心細かった。やっと逃げてきたのに、彼女の頬に涙が伝っていく。誰も助けてなんてくれないんだ。数時間後、覚悟を決めた彼女は建物の中を探索し始めた。朽ちた施設の探索はまるで冒険をしているかのようだった。わずかだが食べるものも見つかった。いい装備だってある。ブカブカのサイズだったが、彼女は自分が強くなったような気がした。
初めての自分の服のぬくもりに生きようという意志が強くなる。少しずつ片付けられ、どんどん変わっていく部屋が彼女は嬉しかった。部屋が完成する頃には彼女もまた変わっていた。施設内にはいろいろなものが散らばっていた。部屋の奥で厳重に保管されたパズルのようなものを見つけた。はじめは苦戦するが、彼女は天才。バラバラのピースが着実に出来上がっていく。そのパズルは組み上がるとキューブのような形をしていた。するとキューブは光を放ち出した。光は彼女どころか施設全体を覆い包み込んだ。廃墟に光が灯り、息を吹き返していく。彼女も全くの想定外の事態に、何をしたらいいのかわからなく、わたわたするしかなかった。古く放棄されたはずの施設のアラームは、遠く離れた彼らにも届いてしまう。アラームの音が、忘れていた記憶を呼び覚ます。大急ぎで逃げる支度をするのだが、影はすぐそこまで迫っている。だがその影は一つではなかった。破壊音がどんどん近づいてくる。彼女の心音もそれに呼応するように早まっていく。もうおしまいだと思い目をつぶった。静かになったことに異変を感じ、ゆっくり彼女は目を開けた。目つきが悪い。それが第一印象だった。彼女は直感した。こんな目つきの悪い奴がいい人なわけがない。逃げようとするもすぐさま捕らえられてしまった。鋭い目の女は彼女を抱え建物を後にした。謎の天才少女ヘニャの運命がどうなるのか、それはまだわからない。
you guys hear me? Hello! こんにちは、ヘニャでございまーす。 Hello, I'm ヘニャ。 Thank you so much for coming today. 今日は来ていただきありがとうございます。 Thank you so much for coming today. I'm ヘニャ。 I am so nervous. めちゃくちゃ緊張してるしてます。あ、今日来てくれてありがとうございます。 Thank you for all coming. Thank you for all the美少女 member who rated me. Thank you so much. Hello. 緊張するI'm so freaking nervous. Hello! Hello, hello, hello! Finally! Finally! It's my debut! ようやくデビューできた。こんにちは。とても緊張しております。頭カチカチ。So I'm Henya, as you know. Oh, I keep saying I'm Henya. I'm too nervous. はい、ということで、V 少女からデビューしました。ヘニャです。I am a new member from V 少女。よろしくお願いします。I was so excited to see you guys. I was very excited. yeah. And I was crying for the whole time because you guys have been so nice to me. Blah, 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 blah. もうね、本当にデビュー前からね、ツイッターとかでね、たくさんの人から温かい言葉をもらって、もう涙止まりませんでした。本当にありがとうございます。 Thank you so much. はい、 Yeah, my heart was beating so fast like since yesterday. I think I'm gonna die, but yeah. 昨日Here's my shoes. 全体はね、こんな感じとなっております。So this is my whole look. タッタラタ。So, yep. Yep, I'm wearing Crocs. だよ。But hold on. So Crocs ね、好きで履いてるんだ。もうなんか、あんま家の外から出ないから、スニーカーとかあんま履かないんだよね。そう、クロックスが一番履きやすい。 But not only that、 たたん、フィート、なんとね、裸足になれるんです。やっぱ家の外に行かないからね、うん、ほぼ裸足かもしれない。 Because I never go outside, this is aThis is what I wear all the time. Wear nothing, barefoot! はい。And this is my jacket. ジャケットがね、こんな感じになっております。I really love this big, comfy, oversized jacket. ちょっとね、大きめのジャケットでね、すごい気に入ってるんですよ。You see? It's so cute! And also I have my Rubik Cube.On here? あとね、やっぱ天才なんでね、まあ、暇さえあればパズルとか解いちゃうので、ルービックキューブも日頃から持ち歩いております。はい。 Well, because I'm a genius, if I have a free time, I want to solve the puzzle, so that's why I'm carrying the Rubik Cube with me. Yeah! I do this every day! I solve this puzzle every single day! もう毎日解いてる。いや、もう毎秒解いてる。いや、毎点零秒前解いてる。はい。But also, I can take off my jacket.
Would you guys like to see it? なんとね、でもこのジャケット脱げるんです。はい、脱げるんです。お見せしましょうか。どれだっけ、どれだ、ちゃちゃー、見て、 Look! I have a cute skirt inside. 中はね、可愛いスカートなんですよ。I love it. ここにね、天才しか解けない数式が書いてあります。 Also, do you guys notice there's a... What is it called? Morse code? モールス信号がね、スカートの節に書いてあるんですよ。 Can somebody read this? 誰かこれ解けるモールス信号読める？読めたら天才。 So, you can actually read itI think. Yeah, actually you can read it. So, anyone if you figure it out, please let me know. So, モールス信号ね、読めるんで、解けた方は教えてください。Yeah, yeah, you can read it. Here is it. So, 実際に読めるモールス信号なんで、ぜひね、解いてみてください。Yup, yup, yup. Yup, yup, yup. はい。And this is my cube. そしてね、キューブがありますと。This cube has a special power. Would you like to see it? このキューブね、なんとね、なんとスペシャルなパワーがあるんです。それをお見せしようと思います。たたー !My eyes glow blue! 目がね、青く光るんです。キューブも青く光るんです。This is so cool. I don't know what this cube is, but it looks cool. And also it charges my phone, so... Yeah, yay! But I have no idea what the heck is this. このキューブね、施設で見つけたんだけど、何のキューブか知らないんだよね。そう。でもなんかね、発電してくれてね、スマートフォン。スマホがね、充電できるから、とりあえずいつも使ってます。It's cool. Yeah, I can charge my phone.Anywhere, so I just wear them, but I have no idea what the heck is this. 何かわかんないんだよね。でもなんかね、たまにこうやってね、目が青くなったりする不思議な力持ってるんだよね。何なんだろうね。もういつかわかんのかな。Hopefully someday I can figure it out. Yeah. はい。And also, since I am a genius.そしてね、私ヘニャー天才には欠かせないものを持っております。それがじゃじゃん、クォンタムフィジックス、物理学の本かな、物理学の本。 I got quantum physics. Yeah, I can read it. Look, I've been reading it. Yes, I can. もちろん読めるよ。読めるに決まってるじゃん。ほら、ほら、付箋が貼ってあるでしょ。毎日読んでるんだよ。毎日。Yeah, I read it every day. Of course, this is what I read before I go to the bed every single day. Not totally like because it looks cool I have it or something like that. I read it. I do understand what it says. Yeah! もちろんね、なんて書いてあるか理解してるよ。もちろん。寝る前に毎日読んでるし。うん。余裕だし。そう。なんでね。Well, someone says that, is it quantum physics is a Men in Black reference? Yes! I love that movie! そうね、ツイッターでね、クワンタムフィジックス、あの、物理学の本持ってる。もしかして、メインブラックのオマージュって言ってる方いたんですよ。そういう映画の。そう。映画でね、メインブラックっていう映画があるんですけど、それのオマージュって言ってる人がいたんですけど、当たり。当たりです。MIB、MIB。Yeah, I love that movie.そう、当たり、よくわかったね。
I never saw the people figure it out, but you guys did. Wonderful! alright. Before we talk more, I would like to introduce myself more, so let's go here. ではね、もっとヘニャのことを詳しく知ってもらうために、いろいろ用意してきたんでね、見てもらおうと思います。よいしょ。Alright, let's start. ではね、ヘニャのことをもっと知ってもらうためにいろいろ用意してきたんで、見てください。Okay! Alright, here it is.My name is Henya. Henya と申します。My height are 140 centimeters, including my shoes. 靴を履いてると、No. Without my shoes. そう。靴を履いてると143センチで、素足は140センチです。I'm not small. Am I?Am I? No, I'm not! ちっちゃくねえよ！ちっちゃくないだろう。え ?V 少女ってみんな何センチ ?What about other V 少女 girls? Are they? I need to search that. はい。なんでね、143センチ、140センチとなっております。はい !165?Who is that? 165? Who is that? え ?165 センチの人の V 少女。でかくない?おっきい。え、誰?で、だ、誰?あ、ゼンなんだ。ゼン? Holy crap! She's so big! ゼンめちゃくちゃ背高い。あ、そうなんだ。ね。Maybe I'll grow.Taller someday. わかんない。もしかしたらまだ成長期で、これからぐんぐん伸びるかもしれないよ。ねえ、そのうち3メートルとかになるかもしれない。It's not copium! It's not copium! Alright, next one. My birthday is September 13th. 誕生日は9月13日となっておりまーす。マシュ。Yeah, September 13th. Well, that's like a Japan standard song. Japan JST. So when I'm actually celebrating my birthday on my stream, if you live in in the States, probably I'm celebrating my birthday on 12th. Yes. って感じです。13日となっております。よろしくお願いします。And As you all know, my IQ is a 999. そしてね、皆様ご存知の通り、IQ は999となっております。はい、I'm a genius, no doubt. ね、まごうことなき天才なんで、よろしくお願いいたします。My 推しマーク。で、推しマークはね、こちらの、トーフォンファイアとなっております。My 推しマーク。Is a telephone fire. はい、燃えてる豆腐の絵文字となっておりますので、こちらね、ぜひよかったら Twitter とかに使ってね、推しマークにしてください。It's a telephone fire. I love it. I have no idea, but I love it.はい、ということで、トーフォンファイヤーでよろしくお願いします。ファンネーム ?I couldn't figure it out.I thought maybe it'll be better to decide that later, I think. で、なんかファンネームなんかよくあるじゃないですか。ファンの方々の、なんか軍団の名前。なんかいろいろ考えようと思ったんですけど、まあ、配信を徐々にしてって、なんか、みんなと徐々に決めていけたらいいかなと思って今回決めてきませんでした。そう。ね。I wanted to decide it with you guys in the future, so I'm gonna leave it blank in there for now. そう、今はね、まだ決めないでみんなと一緒にこれから決めたいと思います。お願いします。
And my hashtag is a ヘニャ。ハッシュタグはね、ヘニャでよろしくお願いします。H-E-N-Y-A。ヘニャ。そう、ヘニャはね、スペイン、スパニッシュで、なんか天才が、J-E-N-I-A みたいな感じのスペリングなんですけど、そこから取ってヘニャになりました。だからヘニャザジーニアスなんですけど、日本語訳すると天才ザ天才になるっていう天才がゆえの名前になっております。 So the ヘニャ came from Spanish ヘニャ。 I think spelling is a G-E-I-N-A I think. But yeah, I took from Spanish. So if you translate it to English, that means my name is a genius the genius. Genius the genius. Yeah, that's my name. Very genius. Hi. The art tag. If you could draw me a fan art, I would like you to add some hashtag Henya art so that I can see it on Twitter. So yeah, please. よろしくお願いします。ファンアートタグはね、Henya とでよろしくお願いします。ぜひ書いてくれた方はね、こちらのハッシュタグをつけてくれれば嬉しいと思います。よろしくお願いします。And my goals.今後配信での目標です。I want to have a 3D model and do 3D claps. 3D モデルをね、持ちたいです。3D モデルでね、いろんな VTuber さんと 3D モデルでのコラボをしたいです。Yeah, I would love to do that. So my goals for one is I want to have my 3D models and do a lot of 3D claps. That'll be fun.はい、3D やりたい。Number 2 Play a lot of horror games. 2個目の目標はホラーゲームいっぱいやる。I do love horror game, but I don't like horror game. Because it's fun to play it, but I'm scared to play it. It's a tough love. ホラーゲームはね、好きだけど嫌いなんですよね。そう、配信でやると楽しいからホラーゲーム好きなんですけど、でも怖いからあんま好きじゃないっていう、なんとも複雑な感じなんですけど、まあいろいろできたらなと思います。はい。And the third one is have my original songs. でね、3つ目は自分のオリジナルソングを持ちたい。オリソン持ちたい。I want to have my original song. So.And then the fourth one, perform my 3D live. 四つ目はね、自分で3D ライブとかできたらいいなと思います。ので、この目標を掲げて頑張っていきます。Yes. 次。I think I love ヘニャの好きなものです。Okay, for games, I love horror games. ゲームで好きなのはホラーゲームと Resident Evil、 あとバイオハザード、 Minecraft、 あと Final Fantasy X、 Final Fantasy X がすごく大好きです。 And then a game from software、 あとはね、あとダークソウルとかエルデンリングのフロムさんがめっちゃ好きです。 And I love GTAグランドセフトオート and any kind of zombie games. For now, I love Project Zomboid and stuff like that. あとはゾンビが出てくるゲームがすごく好きです。この前ハマってたやつは Project Zomboid とかやってました。はい。Yeah, but I want to try many games in the future, so I'm very excited. まあでもね、いろんなゲーム配信でやっていけたらと思います。アニメはジョジョ。その地の定め、ジョジョ。ジョジョめっちゃ好き。I love ジョジョ。で、あとコノスバ。I love コノスバ。あとシュタインズゲート。
リゼロ、リゼロも好きですし、ゆるキャン、ゆるキャン、I love ゆるキャン、メイドインアビス、メイドインアビスと、I love Spice and Wolf、あと、オオカミと香辛料すごい好きです。And、エセヨ、ソードアートオンラインと、あとエヴァンゲリオン、エヴァンゲリオン、好きです。よろしくお願いします。以上。NEXT! Okay. Okay. The person, my mama, my mama! はい、ヘゲのママを紹介しようと思います。エシさんね。Person who drew me!、ガランコさんという方に、ママになってもらいました。My mama is a ガランコさん。Please check ガランコさん out!ぜひね、チェックしてみてください。And my design! ヘニャのね、このデザインをしてくれた人は、スクイキースクイキーさんとなっております。チェックよろしくお願いします。Please go check them out. They are both so amazing and wonderful. They both do such a great, amazing drawings and I love them so much. So please go support them. そう、よろしくお願いします。そしてそして My Life 2D Live 2D は I am Bartex さんにお願いしてもらいましたI am Bartex Bartex かなDid I pronounce that right? Vertex! Yay! はい。にお願いして、動けるようにしてもらいました。It's so cute. Thank you so much. いや、めちゃめちゃね、もうバインバイン動けて楽しいです。本当に。ありがとうございます。はい。NEXT.Okay, so those are people who made my logo. あとはね、ロゴとか、エモートとか、バッジとか。And then a transition. そう、画面切り替えの時のアニメーションとかね。And then a chat box or a text. そう、and then my background, panels, waiting screen, ending screen. そう。って感じでね、はい、たくさんの人にね、協力して、今日の日をたくさんの人に協力してもらって今日という日を迎えることができました。A lot of people helped me to do the debut stream for today, so thank you so much for everybody who helped me a lot. And、I want to say thank you to the V Shoujo who helped me a lot for this day, and then the V Shoujo members, everyone who supported me a lot and welcoming me.I'm very excited to do a lot of stuff with you guys in the future. 他にもね、V 少女のスタッフさんやメンバーの皆さん、たくさんの人にね、協力してもらえて今日という日を迎えることができました。本当にありがとうございます。これからたくさん楽しい活動が一緒にできればと思います。I do speak English and Japanese, butI want to say that my first language is a Japanese, and since my first language is not English, I don't know about Western culture perfectly a lot, but still, I am very excited to do a lot of fun stuff with you guys.In the future, and I can't wait to create a lot of fun memories together with you guys. I'll do my best, so I hope you guys will enjoy. はい、まだまだ未熟なところはたくさんありますが、これから皆さんのと一緒に学んで楽しく過ごせればと思いますので、どうかよろしくお願いします。So yeah, thank you so much!Thank you so much!
はい、よろしくね。明日からね、もうバリバリ配信していきますので、 From tomorrow I'm gonna start streaming a lot a lot 明日からね、もうバリバリ配信していくよ。めちゃくちゃ配信していくから、よろしくお願いします。はい、明日はね、明日多分だけど、 maybe could be changing but for now I'm thinkingResident Evil tomorrow! 明日はね、こちら、バイオハザード4やっていこうと思いますので、よろしくお願いします。I updated the schedule on the Twitch, so you guys can check that out from there. It's starting from 9 a.m. in my time, so...Yeah, if you love to know what time do I start my stream in your country, please check that out. Check the schedule from my Twitch page. でね、配信のスケジュールを Twitch のスケジュールっていうところに追加しておいたので、まあ、そこからね、ぜひチェックしていただければと思います。一応朝9時からやる予定なんだけど、そう、まあ、いっぱいできたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。って感じ。Oh, and then also? そしてね、なんとお知らせがもう一個あります。I have one more announcement. お知らせがもう一個ございます。なんと、ヘニャのグッズが販売されまーす !My merch! だよ。It's coming from now on. Let's go. Merch coming. Let's check that out. Starting from now on、今日からね、今この瞬間からなんとヘニャのグッズが販売開始されるということでね、早速見ていきたいと思います。 Let's check that out, shall we? I'm so excited. I'm so excited. 以上、では見ていこうと思います。 Hold on, let me see. どっから見れるんだっけ。あ、ここだ。There we go. Hold on. Oh, there we go. Okay. I got it. I got it. これがね、はいはい。There we go. Ta-da-da! My merch! Can you guys can see it? みんな見える?見える?ヘニャザジーニアスの、こちら、グッズがもう販売されておりますと。I go shop now. And then here it is. There's a t-shirt.こちらね、ママであるガランコさんにね、描いていただきました。My mama! ガランコさん draw this and it's so cute! めちゃくちゃ可愛い。ヘニャ shirt。そう、これママに描いていただきました。Thank you, mama! Thank you, mama! で、こちらと、あとこちらの、バンドルセット。あ、あれだ!全部入ったセット買うと、こちらのポスターカードがついてきます。So if you get the bundle set, you can get the postcard. Nice. ポストカードがついてくる。おまけで。はい。
And also here's a heinous stickers。こちらね、あのロアビデオでね、あのロアビデオのヘニャがステッカーとなっております。The lore video henya stickers. It's so cute. It's so cute. I love this art style. It's very, very cute. This cartoon style is my favorite. I love those. これカートゥーン調のね、そうスタイルめちゃくちゃ好きなんで、めちゃくちゃかわいい。ぜひね、見てみてください。And here's my アクリックキーチェーン。こちらキーチェーン。いや、かわいい、めちゃくちゃ。ね。Here's a keychain. Oh, it's so cute. I wonder if I can get one. I need to buy my own merch. ね。いや、欲しい、これ。ヘニャも欲しい。で、こちらが、This is a Henya's Lazy Day Desk Mat. ん?Lazy? I'm not lazy! I'm genius! はい。こちらね、ヘニャのデスクマットとなっております。What do you mean lazy? I'm not lazy! I'm genius! Excuse me? Excuse you? はい。じゃ、デスクマットとなっております。で、最後がアクリルスタンドです。The genius アクリックスタンド。じゃ、ヘニャのね、立ち絵と。なっております。Oh, it's so cute. I love it. I'm very excited. なんでね、よかったらこちらぜひぜひチェックしてみてください。So please go check that out. I think, if you go to the V-Shoujo website, so this is a website, you go merch. まずね、V-Shoujo の、ホームページに行っていただいて、グッズ Right here.ここのね、グッズを押したら出てくるんですね。 Here's me! So yeah, go to the V-Shoujo、website and then click the merch and you'll see me. ということで、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よいしょ。 OK!So yeah, thank you so much for coming today. So on the last, I will show you guys how genius am I, because nobody believes on it, I am a genius. そして最後にね、みんな誰もね、なんかヘニャが天才って信じてくれてないんで、まあ、ヘニャの頭つよつよなところを見せて、これでね、天才って分かってくれるんじゃないかと思います。はい、早速ね、見ていってもらおうと思います。Yeah, since I'm a genius, I'm gonna show you guys how genius am I, okay? なんでね、早速見てもらおうと思います。Yeah, I'm gonna show you guys how big brain I am I. じゃ、早速行きましょう。はい、ということで、本日はこの天才であるヘニャがこちらのパズルを30秒で解いていこうと思います。 So I, Hennya the genius, will solve this puzzle in 30 seconds. Are you guys ready? それでは早速いきたいと思います。はじめ。まあでもね、天才となればこれぐらいね、余裕なんですわ。毎日やってるんでね。I do this every day. This is piece of cake. It's easy peasy. こちょ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 。Alright, I got it, I got it. まあ、これでもういけるかな。はーい、もうすぐ解けまーす。I got it, this is alright. あ、その、あ、あの、